お疲れ様です。ラットです。今回はですね、68じゃねえわ。全然ちげえよ。なんだ68ってどっから来たのかわかんない。57ですね。57なんですけど、まあ、グローバル8ですね。まあ、本当にまあシーズン始まった直後で、まああんまりみんなマルチをやってないっていうのもあるんですけど、まあね、グローバル8に来たっていうのでね、まあその、で、ちなみに6ラム1位っていうので、まあ、そのリプレイですね。今日は久しぶりにリプレイ紹介の方をやっていこうと思います。で、デッキがこちらのラバです、ラバ。ですね、もう、まあ今の最近のテンプレですね。なんかバルーンもディガーもない特徴的なラバだと思うんですけど、本当にもうテンプレの中のテンプレで、もう環境トップレベルのラバデッキ。ですね、もう今なんかおすすめのデッキありますかって言われたらもうこれです。これを、まあ、使いこなせば本当に何人でも勝てるレベルで強いんでね。ちょっと今日はまあそのリプレイを、はい、見ていこうと思うんですけど、で久しぶりにねちゃんとした解説もできればいいんですけど、マルチの調子が良すぎて9連勝ぐらいしてるんですよ今。でちょっとなんかやばいデッキもちょくちょくいって、まあ、そういうのにちょい負けてるんですけど、まあ、何にしようかなっていうのを見てとですね、まあ、3戦ですね、ロイジャイとゴレと、まあ、あとはテンプレっぽいのがいいんで、まあ、ジャイプリですね。意外とこのジャイプリが今いて、なんだろうな、普通にサンスペのジャイプリがちょくちょく流行ってるんでね。でこのラバデッキもその縦線型じゃなくて、まあ、墓石とランバーとロリババで、まあ、陸が結構あるように見えるんですけど、まあ、意外とそのプリンスがきついっていうのでね、まあ、防衛の仕方とかどういう風にダメージをなんか許容するのとかも、まあ、話せたらいいかなと思います。はい。で、まあ、基本的にそのラバ展開っていうのはあまり僕はしなくて、まあ、こんな感じでラバからメガゴとかじゃなくて、メガゴとかユニット咲いてからラバ。これ結構まあ、基礎的な、すごい、第一の基礎と見てもらえたらいいと思いますね。まあ、基本的にユニットから端前ラバが、まあ、ベストだと僕は、すごい思ってますね。なんでかっていうと、これ、よく言ってるんですけど、ラバルだと逆でラバ展開っていうのをよくしてるんですけど、ラバルはしっかりラバープラスのバルーンの、まあ、形を作んないと、まあ、ダメージがあんま通らないっていうところなんですけど、このデッキはその、なんだろうな、バルーンみたいに通すユニットはないから、まあ、基本的にもうミリ残りのメガゴとかちょっとしたユニットが残ってれば、それに端前でラバつければ、まあ、それだけで相手からしたら苦しくて、まあ、どんどんユニットこっちでつけるだけなんでね、後から。まあ、基本的にはもうユニットから裂いて足前で、まあ、こういう場面ですね、こういう場面でラバ出せると足前でラバを合わせていくっていうのが、まあ本当にこのデッキの基礎だと思ってます。で、まあ、こういう手札ですね、今のこの僕の手札なんですけど、ここではラバ展開をします。でその、まあ、理由としては、まあ、相手が今攻めのメインカードであるジャイアントを使ったからですね。まあ、今ジャイを使ったから相手からしたら攻めれないんですよね。その僕がキツラバした瞬間に、僕が一番されて嫌なことは逆サイをジャイプラスのランバーとか、まあ、ジャイプラスのメガゴとかで攻められるっていうのが一番嫌なんですよ。だから、まあ、相手がその攻める主軸のジャイを裂いたんでね、ここは展開していいっていうやつですね。でここもまたあれですね、もう一回ラバ展開していいですし、しかもこのベビネロトラとメカゴが戻ってくる奇跡ですよ。もう優秀の中の優秀ですね。でこれはもうどんどん追加していきますね。はい。これもう空ゲーですから、空ゲー。相手空の攻撃がマスケとメカゴしかなくて、もう空の処理がきついんですよね。もうこれは勝ちですね。まあ、こんな感じで、まあ、基本的に受けからで、まあだから、なんだろうな、他の相手だと、相手がホグを裂いて防衛しましたみたいな。そしたらその後に、じゃあどうしようかなって思った時は、もう、じゃあ、キツラバでいいですね。っていうような、まあ、メインですね。主軸を裂いた後は、まあ、ラバ展開してもいいかなと思います。はい。というわけで、次、ゴレ。まあ、このゴレも、ちょいと流行ってるかな。ちょいと流行ってるというか、まあ、前までいなかったんですけど、今流行り出してますね。
このゴレのライトニング型がすごい増えてる気がしますね。はい、というわけで墓石置くかな。墓石は多分迷ってから置いたと思いますね、この試合。だから基本的に墓石すらもあんま咲きたくはない。まあメガゴだから咲くな。ケツメガゴからケツラバかな。まあ別に墓石でもいいんですけど、まあ、正直どっちでもいいですね。でも2枚目にやっぱラバがあったんで、まあ、メガゴからの、ああ違うわ、全然違うわ、関係ない、墓石でした全然違った。まあとりあえずやっぱ置いとけばアンパイみたいなとこあるんだね、墓石で。ここはラバですね。これは何でかっていうと、今墓石置いててコスト10個違い溜まって相手は何も出してこなかったんですけど、正直今逆サイホグされても、逆サイジャイメガゴされてもジャイプリされても今墓石っていうものがあって全て守れたんですよね。こっちがもうビビドラとか出しちゃえばなんで、まあここはラバ展開しましたね。まあ、ああいう場合もラバ展開はありですね。でここはもうメガゴで防衛してくる読みの追加したんですけど、相手がライトニング防衛してきましたね。で、まあ、プラスのロリババ OK で、これが、まあ、そんな入りはしないけど、まあ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 な感じで、ここ相手ロリババで攻めてきましたね。まあ、こういう、まあ、ミリ残りのベビドラとかそういうユニットにロリババをつけるのはすごい、相手に絶対ユニットを咲かせられるのですごい強いですね。でここがもう今回のゴレに対して勝てたポイントなんですけど、相手がこのダクネを出さなければ僕は多分負けてた可能性があるんですよね。でこのダクネが僕からしたらすごいラッキーで、ただのアドでしかない。でまあ相手はギリギリだったし、まあ今のは、まあ、結構、まあ、数やってると、あ相手コストないんだなっていうのがすごい分かりますね。なんでもうラバ展開ですね。であとはしっかり形を作っていきます。で相手はライトニングがあったんで、あんまりユニットを出しすぎないようにしましたね。でここはまあメガ型ベビドラ処理されても後ろから追加で、これ追加ですね、多分追加した。普通に対空がいて苦しいから、まあ、こんな感じでベビドラとメガを割いた後に追加するとまたね濁音を割いてくれる。これがすごいありがたくて、僕の、まあ、ラバーからして濁音を同サイで合わされる、合わせられるっていうのがすごい嫌なんですよね。もうダクネ合わせられるだけで結構防衛されちゃうっていうので、まあ、ダクネを相手はあそこで裂いてくれてるのが美味しい。でここで相手がゴレ合わせてきたんですけど、これはしっかり逆サイのこの位置に置くと、まあ、両タワーからやってくれますね。タワーが殴ってくれる。でこの今の瞬間のこの僕のロリババもう、あのこのラバ使う上でまあ2番目ぐらい、まあ、1番って言っていいぐらいすごい重要なんですけど、あのラバが破裂する瞬間にやっぱこのデッキの弱点としてディガがないので、そのターゲットなんかで取れるとすごいでかいんですよね、パピーが生きるんで。なんでその、まあ、ディガーの代わりのロリババですね、まあ、ディガーだと思っていいですね、このロリババは。なんでやっぱラバが破裂する瞬間ぐらいに毎回ロリババを放ってあげると、まあ、これはもう外れてからとか遅れてるんですけど、まあ、ロリババあるだけでマジで500、600ぐらい入るダメージ変わってくるんで、まあ、ロリババを飛ばすっていうのはすごい大事かなと思います。はい、次次ですね。まあ言ってラストですね。またライトニングですね。流行ってるのかな、多分流行ってる。てかまあ普通に三次子がほぼなくなって、ファイブを入れる意味がなくなって、まあ、ババコアとかアイスイーズとかいう、まあポイズン系のデッキが増えてるんですよね今。アイスイーズのメガゴ、こういう遅延ですね、まあ、それに対してライトニングが刺さるから、まあ、ライトニングも増えてると思うんですけど、まあまあまあ有効のラバデッキは相手がポイズンでもライトニングでもファイブでもそんなに変わんないですね。まあファイブ以外だったら結構いいかなっていうのはありますね。ファイブだとホバリングがすぐ処理されちゃうんで。でここはちょっとあれですね、意外とハードカウント受けるかなと思ったんですけど、ここのベビドラがこっち来てくれたのはすごい嬉しいですね。でもここで多分ロリババしますね。こういう感じのロリババをすると、あの相手のタワーがこのロリババを殴るんですよね。そしたらこのパピーが殴ってくれるっていうので、このロリババだけでダメージ稼いでいきますね。はい、これすっげー大事です、マジで大事です、本当に一番大事かもしんない。でここは多分ケツメガゴかな、
うん、で本当はここでラバを合わせたいんですよね。やっぱここでラバ合わせられるだけででかいですよ、ね、そしたらホバリングとか姉妹から出すだけで相手のメガゴシルできるんでね。これどうしたかな、一回ボー、あーでもライ、あこれはここはもうラバ展開しました。これは今の僕がメガゴ裂いてから相手は遅れてメガゴ裂いたんですよ。だからまあその時点で2ヤードぐらい取れてないんですよね。で僕がホバリング裂いたのに対して相手はライトニング裂いたんですよ。ライトニングはホバリングに対して2コスト重いで2ヤード取ってたから、まあ、理論上4ヤードみたいな取れてたんで、ここで、まあ、後ろからラバ展開ですね。相手のコストがないっていう、まあ、把握ですね。これもすごい大事なことですね。で、ここはどんどん追加していきますね。相手がもう苦しそうですね。これはもう苦しそう。なんでもどんどん追加するだけで、まあ、これ多分落ちたかな。いや、落ちないんで、相手の防衛が上手いんですよ。まあ、どうにかね、攻めます。で、こういうところも本当はロリババがあるともっとダメージが入るんですけど、まあ、レイジパピーがね、強い。で、これも美味しい。このトルネードも美味しいですね。相手からしたらすごい苦しい流れで、こっちはもう、ただただ勝ちの流れですね。よいしょ。で、しかもこの人トロ高かったから、この人グロ4位ぐらいにいたんですよ。4位ぐらいの人を倒して、8位に上がってきましたね、僕は。で、ここも、多分アイスイーズとメガゴ。で、これベビードラは、あ、入んなかったな、そう。まあ、ポイズン。両方入ってるんで。まあ、削りつついきますね。ここのロリババですね。そしたらこのロリババがターゲットを取って、この周りが生きる。っていう、まあ、ロリババをやっぱ攻めで裂いていくのはすごい大事なことだと思いますね。まあ、それを受けてるだけで、結構勝てると思います。まあ、あとは基本的にユニットから展開。で、まあ、相手かなんか、さすがにそれはやりすぎじゃねえとか。まあ、ちょっと、さっきホグ飛ばしたよなって思ったり、まあ、ボス木残ってるから防衛できるよねっていう時は、まあ、後ろからラバ展開で、はい、いいかなと思います。まあ、基本的にあとは空とか後ろからちょん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 出してから勝てると思うんで、よければねこのラバデッキ、まあ、本当に最近のラバデッキといえばのデッキだと思うんで、ぜひぜひ使ってみてください。はい、ということで、また他に何か質問とかあれば YouTube のコメントにでも書いてくれれば、はい、返信しようと思うんで、はい、ぜひね、何でも言ってください。というわけで終わりにしたいと思います。よければあのチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価ですね。はい、終わりです。お疲れ様でした。